田競馬第2競争3歳未勝利戦ダート 1800m15 頭で争われます。正面スタンド左手枠入りが始まっています。11番山竹青いバラ収まって8番スティールウィール偶数番号各馬も向かって14番トーアモルペース、続いて6番ピンポイントドロー、内では2番の潜水、10番シンボリタイプ、続々と各馬がゲートを埋めていきます。最後15番のデザイアーフェーム、1番外15番ゲート誘導を受けます。デザイアーフェームが収まって係員が離れます。スタートしました。トーアモルペウスつまずきましたが体勢を立て直します。遅れたのは8番のスティールウィル最後方です。さあ前は内から1番のダズリングダンス、リードを1馬身取って先頭、2番手3番静かの海、外から14番トーアモルペウスが先団に取り付いていきます。前は3頭、2馬身内は2番の潜水、それから4番のソブリンルーラー、3馬身離れて9番インオービットが行って、そのうちに13番ブレガーロード、1コーナーのカーブです。花に立ったのは1番ダズリングダンス、リードは1馬身半、2番手14番トーアモルペウスが差を詰めて2番手、それから1馬身3番静かの海、2番の潜水と続いて、それから4番ソブリンルーラー、2コーナーカーブ、これから向こう正面、2馬身内から13番ブレガーロード、外に差がなく9番インオービット、2馬身内は10番シンボリタイプ、外に15番のデザイアーフェームは中段外目、3馬身差、ここは固まって6番ピンポイントドロー、7番ミュークカルム、さらに内から11番の山竹青いバラ上がっていって12番のソルデベラーノの追走、それから1馬身外から5番のゴーマイオーシャン、1000m は63秒5で通過、そしてその後は少し離れて最後方8番のスティールウィル、3コーナーのカーブを迎えます。1番ダズリングダンス先頭600を通過、1馬身のリード、14番のトーアモルテウスが2番手、3番手には2番潜水、外3番静かの海、それを追って外から15番のデザイアフェームがスーッと前に上がってきます。そしてその後ろ5番の4番のソブリンルーラーの追走、第4コーナーをカーブ、最内は2番潜水、間に13番ブレガーロード、直線コースに入って先頭1番ダズリングダンス、外から15番デザイアフェームが並んでくる、あとは3馬身と離れた3番の静かの海200を通過、内は2番の潜水、さらに外から4番のソブリンルーラーが差を詰めてくる。さあ前2頭の争いが続く、1番のダズリングダンス、外は15番デザイアーフェーム、ソブリンルーラー3番手、デザイアーフェームゴールイン。2頭内外やや離れての攻防でしたが、外15番デザイアーフェーム、最後外からぐいっとひと伸び、1番ダズリングダンスを退けました。離れた3番手4番ソブリンルーラー、勝ち時計1分54秒2、上がり4ハロン50秒7、3ハロン37秒7でした。新潟競馬第2競争3歳未勝利戦、200を切って2頭の争いでした。粘る1番ダズリングダンスに、外から15番のデザイアフェーム、この2頭の追い比べ、最後は外から15番デザイアフェームが制しました。見事人気に応えてデザイアフェーム初勝利、ラブリーデイサンク鞍上三浦康生騎手です。2番手1番ダズリングダンス、その後は離れました。離れた3番手4番ソブリンルーラー、正面の掲示板1着15番デザイアフェーム、2着1番ダズリングダンス、3着4番ソブリンルーラー。前2頭はかなり後続を、ね、離した決着になりました。最終オーツ15番1番4番です。1番人気3番人気5番人気の順です。単勝15番 2.0 倍、枠連18 6.3 倍、馬連1番15番 6.4 倍、馬単15番1番 10.8 倍、3連複1番4番15番 13.7 倍、3連単15番1番4番 43.0 倍です。確定までお待ちください。お待たせしました。